おはようございます。今日はですね、今大阪に来ております。そうです、今日は大阪桑田の日です。でね、今日誰にもほとんど私大阪桑田来るっていうことは言ってないんですよ。今はもうね、あの近くの駐車場の屋上で撮ってるんですけど、今日ね実はね企画がありまして、今こんな格好なんですけど、ちょっと私変装して会場内に入って、でバレるかバレないかっていう検証をしたいと思います。ちょっとそれだけではつまらないので、その中でねちょっといろんなミッションをやろうと思います。で今回はあの桑田イベントの桑田自体は事前に許可を取らないと中は取れないので、今回許可も取ってないので、なんで中の映像はちょっと撮影はできないんですけど、まあ、いろんなミッションをしてその結果を後で報告できればと思います。はい、ヨネちゃん TV。 じゃあね、早速僕今ここから変装しますので、はい、行きます。どうですか、バレなさそうじゃないですか、これ捕まるかもしれない。ちょっとこれでねちょっと潜入したいと思います。で今回ね潜入するしてからねミッション4つ作りましたんで、でまず1つ目、今回大阪桑田時間がもう入場がこう区切られてて、時間が1時間半ぐらいずつだったかな。で入場してすぐ退場しなきゃいけないという形なんで、この1時間半きっちり全部います。はい、であと今からその先行入場だとかそういったので並ぶんですけど、これもねもうこのままがっちりこの格好で並びます。で、入場の時に今回アレクシアさんが受付をやってるので、なんとかで、ね、ここでねツーショット写真を撮りたいと思います。めっちゃ目がね曇るんだけどそう、ツーショット写真ねぜひバレずに撮りたい。で昨日ね夜ご飯を食べてたら、昨日からもう大阪入ってたんですけど、レップバディの前田くんから今日来るんですかっていう LINE がありまして、でいや今回ちょっと難しいなっていう LINE を返してるんですね。なんでそういうやり取りがあった後で のレップバディで何かお買い物、これをね全部バレずにやろうと思いますので、ちょっと頑張ってやってきますので、はい、じゃあそれでは行っていきたいと思います。レッツゴー、ヨネちゃん TV。 はい、先行入場が先着60名様だったんですけど、もう整理券全部配られてたみたいでここからまた3時間ほどね次の入場まで待ちたいと思います。ヨネちゃん TV。 あっ、あ、まあ、
完しました。お疲れ様です。お疲れ様です。で、4つミッションがあったと思うんですけど、まず1つ目、並ぶですね。バレずに並んで整理券を受け取るっていうところだったんですけど、まず最初の整理券がもらえず、12時からの次の2回目の入場で入ったんですけど、そこはもう一切バレず入れました。成功です。で、2つ目、1時間半の区切りですけど、その間ずっと会場にいるというのも成功です。でですね、これアレクシアさんとバレずにツーショット写真を撮るっていうところだったんですけど、これですね、バレました。完全に怪しい人が来たと思って顔を見たら目でバレたらしい。はい。で、まあ、一応ツーショット写真は撮ってもらえたので、こちらの方こんな感じでね、もうバレバレで撮ってもらいました。で、最後ですね、昨日 LINE が来たレップバディ前田君のところで、生態を買う、バレずに買う、成功です。でね、今回ね、何を買ったかというと、これです。メリディオナリスココアですね。これ多分今回レップさんのところで結構値段がいいやつだったと思うんですけど、まあね、多分これを買っておけば、これを買った人がどんな人かっていうのは多分覚えてくれてると思うので、あれが僕だったんだよ、前田くん。ヨネちゃん TV。 じゃあこんな感じでね、ちょっと楽しんでもらえましたでしょうか。ちょっとね、中の様子はちょっと撮影はできなかったんですけど、まあ、こんな感じでね、ちょっとイベントこんな楽しみ方もしてみましたという今回は動画でしたので、はい、まあ、全体的には良かったじゃないですか。楽しかったです。僕自身めちゃくちゃ楽しかったんで、はい、ただね、もう緊張でね、結構巻き汗かいたかもしれないですけど、今回は。いやー、今日はこんな感じで、もうこれで愛知県に帰りたいと思います。今日はもうおしまいだよ。バイバーイ。目でわかる、これ。チャンネル登録してね。チャンネル登録してね。チャンネル登録してね。